く？こんなものが発見されました。入れたじゃない。いやいや忘れてた存在を。嘘だ嘘だ。忘れないよ母ちゃん。忘れてた。ゲップしないで。よいしょ。その作り方的にはキャベツの量どれぐらい使いたい？半玉って書いてあった。うん。だから買ったの半玉。いけるかな半玉。いける。いける？あでもクタクタになったらもう水みたいなもんですよ。これが収まるの？だけどよ、他は具ないから。そうだけど。ニラなんてもう雑草じゃないんだよ。麺もあるんだね。麺も二人で多分。俺は絶対いけない。俺は絶対二人で一人前ぐらいです。母さんがどこまでいけるか。いけます。今日は誕生日です。誕生日になると食欲がなくなるのかね。気合が入るんです。気合が入るのかな。そうなんです。よいしょ。これ凍らして、家から凍らしてこないで持ってくればよかったね。うん、凍らしてこないでっていうか、クーラーボックスに入れなくてよかったね。これめっちゃ手はもう冷たいもん。怪盗はどうしたんだよ。血が騒ぐんですよ。血がよ。そこにぶら下げとけないかな。どうか。ワンパン。何にもぶら下げ。つるっつるやないか。どないすんねんそのつるっつる。絶対水のまま混じってる。え？絵の話？ん？ニラなのかな。全部ニラだとしたらパパバって書いてあって、うん、パパバって全部入れる。違う、ね、4.5 センチって書いてある。うん、ちょっと読み上げたい。よいしょ。あれ、うん、なんかうまくいかない。まずい、まずいです。重い。どっちに回すんだっけな。うまくいかない。なんでうまく入っていくんだ。うん、チャカマン、チャカマン、皆さんチャカマンください。ここにあるじゃん。いやだからそれできるんだ。あ、そっか、硬いの。そう言ったやん。目の前にあるのになんでよく探してるのかなと思って。あ、これチャカメいらなかった。はい。パン切らないでね、もう素人じゃないんだから。そうや。なんか知んないけど美味しそう。キャベツに染みてくんだろうね。ああ、なるほど。染み染みね。ニラはまだまだ。ニラはまだ。500。茎から入れた。分かった。うん、天才。すごい。そんなこと考えたにしなかったね。山のようにお願いします。まあ、はい、いいね、山になりました。いやー、もつ煮、もつ鍋大好き。ちょっと汁飲んでみるよ。うまっ。やば
ばや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 ば、すぐ耳やば、うふふ、まこれでもう煮えたら、あ、もう煮えてるね、いいんじゃない、もう一息、じゃあ俺食う、え、そう、まあ、溶けちゃってるね、くたくたじゃないとこからくたくたまでを段階的に楽しむし、あともうここまで来たら火は弱めないといけない、はい、ウェイウェイしてますね、トラブルのもとですな、キャベツ、キャベツ、レポートお願いします、あ、クタクタの具合クタクタにしていくんだよ、食いながら、うん、あ、うまい、うま、来た、まずはモスから、うん、こっから始めるのはちょうどいいと思う、キャベツ、ほんと、うん、いや、なおちゃん的には硬いって言うと思うけど、うん、こっからこのまだちょっとだけシャキッと感を残したとこから食べつつ、どんどんクタクタにしていただきます、もつが入ってた、あれ、もつ、これもつもいろんな部位が入ってるから、そうだ、うん、これシャンパンもうないかな、もう一息ぐらいじゃない、はい、開けましたってことはウイスキータイムですか、ん、日本酒タイムじゃない、あ、そうだ、日本酒もあったっけ、出そうか、うん、このお汁戻して制度って他の家でもあるのかね、本日の日本酒は、はるばる家から持ってきました、え、はるばる、そういう感じでいく、そういう感じでいきます、ああ、大変、8年ですよ、朝起きた瞬間から寝る瞬間までずっといつも楽しいです、さあ父さん乾杯しましょう、ん、ん、こっちが私じゃない、どっちでもいいけど、おめでとう、これからもよろしく、うーん、うまっ、うーん、なんか清涼感半端ないね、なんかね、うん、純米吟醸、心を遠い日の思い出へと誘うような軽快で味わい深い王道の酒、まさにそうですね、まさにそうですね、うまそう、う、最高だよこの麺この太麺絶対うまいもん、これむしろ邪魔だろ、
うまそう。ね、絶対うまいね、うん、これはね。やばい。ほんとだ。甘っ。甘い？うん。麺甘い。これは普通にそこら辺で売ってる麺ではないね。うん、うまっ。いやー満足。うん、九州ありがとう。何？福岡ありがとう。だからさ、やめません。寒いよ。なんで寒くない？寒いよ。いや、俺はなぜか寒くない。なんで？なんでだろうね。結構冷えますよ。ありがとう。はい、火の粉が飛んだところって。